クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノートです。今回は私の別の動画長寿のクリスマスローズ1、2でご紹介した原種のアーグチホリウスのその後についてお話しします。右側が地植えして26年経ったフル株です。そして左側は鉢植えで15年、その後地植えして1年足して16年もののアーグチホリウスです。今回の主役はこの左側のアーグチホリウスです。昨年の3月末に地植えしたのですが、ホスタの存在を失念していたため、ホスタが旺盛に葉を展開してアーグチホリウスに覆いかぶさってしまいました。その結果アーグチホリウスの成長が鈍り、株立ちが貧弱になって、鉢植えだった頃の勢いも失われてしまいました。そのため動画の中でホスタを掘り上げしなくてはと言っていたのですが、忘れてしまいました。ホスタが葉を展開してきて改めて思い出しました。それではホスタを掘り上げてアーグチホリウスの日当たりを改善してあげます。ちょっと大変そうですが、早速作業に取り掛かります。はい、掘り上げました。雑草をきれいに切っておきます。全部は無理ですが、よいしょ。枯れた、ステムは、切り取っときますね。これで多少は日当たりが良くなりました。これからも我が家のアーグチホリウスを応援してください。
今回の動画はいかがでしたか。主役はアーグチホリウスじゃなくてホスタを掘り上げる話となってしまいましたが、きっとアーグチホリウスも喜んでいると思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。